にちは。いつもご覧くださいましてありがとうございます。今日は、今ねちょっと弾きました、ショパン作曲の雨だれの曲を、ちょっと解説してみようかなと思います。ちょうどね今日も一日中ね雨が降ってますので、曲としてはね今日にぴったりかなって思います。でね、このショパンの雨だれの曲なんですけれども、これはねショパンの作曲した前奏曲というのの中に入っている第15番目の曲ですよね。短い曲がねたくさん24曲組曲になっているんですけれども、それの15番目ね、一番これがねそのとりわけ有名かもしれないですよね。レインドロップっていう風にね言いますね。で、ここね短い曲なんですけれども、そんなにねやっぱりねこう難しい技術をね使って弾かなくちゃいけないっていうところはねそんなにないですので、どなたでもね取り組めると思うんですね。でその時にね何をね気をつけて弾いたら、このレインドロップらしくなるかなっていうところでねちょっとね解説してみたいと思います。でこれをね作曲した時にやっぱショパンはね幸せだったんだけれども、でもねやっぱりねやっぱりねちょっとね苦しかったのね。あんまりその健康ではなかった、あんまりね。だからその楽しいわーいっていう感じではなくて、なんかこうやっぱりこう内に秘めるこう悲しさとかね苦しみみたいなのがこう静かに心の奥底にねやっぱりあるっていう感じなんですよね。だからそれを思うとやっぱりこうあっけらかんっていう感じではやっぱりこう弾けない曲、何かこう訴えるようなこううちにこう秘めた美しさというかね、なんかそういうね音の方がやっぱりふさわしいと思いますね。なので最初のところ、あるんだけども、これをやっぱりって弾いちゃったらこの持ち味ね、この曲の持ち味がやっぱり台無しになっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。だからそこのところピアノで弾くときに、音の出し方にすごくね気をつけてくださいね。いかようにでもピアノってやったような音が出るのでね、こういう音を出したいんだけどって思って、だったらどうやったらいいかなっていうのをねしっかりね研究してみてくださいね。でやっぱりこうなんていうかな、こう気持ち的にはこう下に落っこちないで、どっかね音が出るところをねこう上にねちょっとね保っておく、遠くから聞こえてくるような感じな感じでねずーっとね保っといた方がいいと思うね。だからその例えば背筋とか腹筋とかね安定が必要。これがドカンって落っこっちゃないで、どっかでねこう引っ張られてるようなね、声楽の人もそうやって多分歌うと思うんだけれども、なんかその雰囲気での遠くから音が出てるよというねいう感じでちょっとねトライしてみてください。やってみてくださいね。美しい音がねきっと出ると思います。それでこうね指の使い方とかをね研究してみるね。でこのボン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 、これずっとね1曲通してずっとこのリズムがね続いてくるんだけれども、このね例えば最初の部分だとこれね左手の小指で弾くことになると思うんで、ずっとこれね、取り出して練習してみるといいと思います。これをねこういう動き、小指のここのね筋肉でちゃんとリズミカルにねいけてるかなっていうの、これがねこうね腕をね使っちゃうとやっぱりちょっとね大きすぎる。なのでこの、ね、指先でこれをね下ろすぐらいのコントロールができるといいと思いますね。なのでこれちょっとねこう指先だけで下
ろせるようにね、ちょっとね特別に練習してみてください。決してねピアノなんだけど引っ込まなくていい。やっぱりこれがねこのね存在感があってこそのこのアマデラの曲なのでね、ちょうど多分ねスペインのねマジョルカ島っていうところにいてショパンが作曲したんだけども、その時ちょうどやっぱりね雨季だったみたいなんですね。雨がねどうもねやっぱ降ってたんだろうということですね。ねその、まあ、外を眺めたらねそのひさしのね屋根からこうポタ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 ってずっと雨がね降り続いてポタポタ落ちてたんだろうと思うんですね。でそれあ落ちてるなわかんないよって思いながら、やっぱりこのこう雨の中でやっぱりこの自分のね気持ちと多分向き合ったんじゃないかなって思うんですよね。なのでこれはね引っ込まなくて結構ね存在感あっていいと思います。こういうねその今のこの雨だれのこの部分を今取って今弾いてみたんだけれども、そういうねハーモニーがあります。なのでここはねハーモニーの移り変わりっていうことで弾いていけばいいかなと思います。何を言っているかというと、これをあんまりねメロディックにならなくていいと思います。そこはねあんまりちょっとやりすぎるとちょっとふさわしくないかなっていう気がするので、ここはもうこう乗っけるだけね。ハーモニーこれがこうなっていられる、これがこうなってでものところは左手はこれがない、タリラなのね普通にね。このね細かなねその音の違いっていうのをねぜひチェックしていってくださいね。最初はこれがあるのね、2回目ないで真ん中ずっと飛ばしてまたある、次ここはない、ね、これはねそのね雰囲気がちょっとやっぱり変わるでしょ。それをね狙ってわざとねショパンが書いてるので、そこはねきっちりね守っていった方がいいと思いますね。しっかり音符通りにっていうことね。じゃあで2フレーズ終わりました。次入りました。ここのところからねこのボンボンボン、これがね少なくなるんですよね、左手になくなってきちゃうのね。なのでちょっとねここからはねやっぱりね少しね歌を強めに入れてみるといいと思います。ノクターンみたいにね、ここはね左手ねで弾くよりもここ右手で取っちゃって、右手で取っちゃってください。すごいね弾く方もその方がね楽です、ね、で最後のダーリー、そうで
ね、テンポなんだけど、ソステヌートって書いてあるけどね、意外にね、前進みでいいと思います。これが、じゃん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 、何秒なんかね、お経みたいになっても困っちゃうから、こう、たん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 、ポタ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 っていう感じね、のテンポで、自分のね、心の中に決めておくといいと思いますね。で、ここから最後の2つで右に移して、ここ左へ入る。ここのところね、ここからね、ちょっとね、やっぱり雲行きが怪しくなってくるのね。少しちょっとこう嵐になってくるのかもしれないね、外がね、ひょっとしたら。でもこれの、どちらかというと、この左手の方が影、こっちがメインで、っていうね、設定の方がね、すごくね、ここはね、美しいかなと思います。例えば、言うならば、こう、だんだんだん、このポタポタポタっていうのが、こう、自分が見ているその窓のところから落ちている。結構自分に近いわけよね。で、これ、何か遠くで、なんかこう、雲行きがちょっと怪しくなってる感じだから、こっちの方が遠いわけね。とすると、バランスの方がいいかなと思う。例えばこれを逆にするよ。例えば、でこうね、やりたいかもしれないんだけどね、左手がメロディーだってこう思っちゃうとね、そうなっちゃうと思います。だけど後でね、盛り上がりが出てくるから、ここはね、ちょっとね、弾いてください。そこはね、弾いとく。まだ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 出てこない。まだね、こう水面下ね、足が近づいてきてるっていう感じよね、になってくるので、最初は我慢するで、繰り返しになってきますね。同じ、まあ、音符としてはね、2回同じことをやりますね。で、ここからちょっとこう悲しげなね、メロディーが出てきますけれども、ここはね、こう右手の。出していっていいと思います。プラス、ハーモニーね、で、ここはね、ここから最初ね、ピアノになります。ハーモニー、
きくします。この音、これね、ここにねフォルテがついてますね。なので先はねもちろんピアノだ。な音色だったんだけれども、ここはこう最初のところに入っていくんだけどね。こういうね、あの最初の部分と2回目でできた部分の違いっていうのね、ここのここはね、あのショパンがきっちり書いてますので、それをね読み取っていくと、あのいいと思いますね。そうで、最後の部分、この 1,2,3,4 つね、8分音符4つで、この最初の雰囲気までにシューってね戻してください。難しいね。だんだんこれだけで戻すして、ここはね左でない、あの音符10個って書いてあるけれども、これ、ね、たっぷりいいと思います。で、あんまり早く弾かないで、ちょっとこう後ろ髪引かれるようにね、ちょっとねたっぷり弾いて、ここはねずーっとねズモールちゃんとね、これにフォルテとアクセントがついてる音があるよね。で、でクレッシェンド、このやーっていう音ね、フォルテとアクセントを見るとっていう風に弾こうと思わないっていうことね。フォルテとアクセントなんだけれども、どういう風に解釈するかは演奏家に任されてるのね。だからっていう風に思いますって言えばそれでもいいわけね。何かねここにねこうなんていうかな、こうキラッとこう思いを馳せてほしいのね、この音に。でそのフォルテと、アクセントっていうのを、どういうふうに弾こうかなってね考えてみてくださいね。でできたらピアノをコーダというかね、あのエンディングのところね、ね、今ねハーモニーで弾きました。ハーモニーとメロディーね、もうなんというねこの美しい終わり方っていうかね、あのもちろんこの前奏曲だとあの16番にねもちろんつながっていくんだけれどもね、今度はこれ
が今までずっと小指だったんだけれども、ここで親指で弾くようになるわけよね。またこれも親指のここのところ、ここのところとかを使ってコントロールね、コントロール。でここは右と右で取る。で最後全部ですね。一番最後の音はジャックオンペダル使ってもいいかもしれないですね。そこはちょっと自分 の、 あの力の加減とかで、どうやったら、リテヌートピアニッシモっていうのが美しく出せるかなっていうね、楽器であの研究してみてください。はい、ざっとね、本当にざっとなんだけれども、まあ、そういう感じであの取り組んでみるとね、綺麗に仕上がるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、やってみてくださいね。質問とかありましたら、コメントでもメールでもいいのでね、くださいませ。それで、これでグレード検定ね、もちろん受けていただけます。これ1曲出すだったらグレード4ぐらいかな。もし何か他の曲とカップリングするんであればグレード6とかもいけるかなと思いますので、またねこの内容の方、これねレベルアップミュージックグレード検定オリジナルの検定内容になりますのでね、しっかり読んでみてくださいね。またねこちらの質問とも受け付けますので、ウェブサイト概要欄に貼っておきますので、ぜひねご覧くださいませ。はい、では今日はここまでにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。